トライクードッキング、コレちゃん山です。サクサです。よろしくお願いします。お願いします。はい、ってことで今回は僕の好きな友情コマランキング。はい、まあ去年もやったんかなこれ。好きな友情コマ。覚えてないっす。覚えてないか。やってないかも。あ、でもなんか友情ランキング的なことはやったよね。はい、で今回は強さじゃなくて、まあ、完全に個人的好きなやつでランキングしました。まあね、今年から出た友情コンボもあってランキングまあ変わってました。この1年で好みが少し変わったかもしれない。おう、いや変わったわこれ。自分でランキング作ってて、あ、俺これ好きだわ、気づいちゃったみたいな。俺らしくないと思ったの、見てて。見てて、あれなんか俺これこんなん好きだったっけ昔みたいな、うんうん、これ系統みたいなとかね、驚きもあったりしてね、作ってて普通に面白かったですね。はい、まあてな感じでね、まずはまあベスト10にしたんで、今回多すぎて選べねーってなっちゃって、こいつも入れてーってなっちゃって、はい、ってことで10位から発表していきたいと思います。はい、ってことで2022年ランキングトップ10第10位は超強スナイプバレットです。はい、ってことで超強スナイプバレット、はい、オーデンタ、そしてプレデビオについてる友情コンボでございます。はい、いやー、なんだろうね、ボスへの削り感スーって溶けていく感じとか、取りこぼしのないところとか、まあ威力もそこそこあってね、はい、ヒット数も出るっていうことで僕非常に好みですね、スナイプバレット。いやー、でもやっぱ調教になって、やっぱオーデンタ補正が入ってるかもしれない、これは。うんうん、オーデンタめちゃくちゃ強いじゃん。超バランスで、ジャッキ乗って、重量キラー乗って、ドキラー乗って、みたいな。マシマシだからね。あー、ちょっとこれのせいかもしれないんだけど、俺だいぶオーデンタ使ってるし、この調教スナイパレットはね、すごくいいなーっていつも思って使っちゃってる。すげー楽しいわ。なんか、ヒット数もやっぱエグい数値出るからさ、VC もマスするし。その辺と相性いいよね。相性もいいし、うん、めちゃくちゃ好きですね。あ、もうこの時点でちょっと変わってない俺の好み。まあちょっと違うかもしれない。違うかもしれないでしょ、うん、俺好み変わってるかもと思って。一発が出る友情が好きなイメージもあるし。あ、まあもちろんそれ好きだけどね、うん、はい、ってことで10位はこちらの超強スナイプパレットでした。はい、第9位はウォールセットトライデントレーザー。はい、これもちょっとキャラ補正入ってるかもな。ヘパイストスだからめちゃくちゃ出てるのあるじゃん。ある。ジャッキーエムとウォールセット、あのダウンポジションでヘパしか使わないし。はい、ヘパしか、この友情まず、はい、ヘパしか使わないです。まあだから9にしたっていうのはあるんだけどね。うん、でもやっぱりね、気持ちいいよね、ズドーンって削ってさ、ワンパンする SS。 うーん、これやっぱね、爆発とも合わせられるし、やっぱ自分でなんかモンストやってる感あるんだよな、これ。ほうほうほう。当たってボーン、ブレレレレレンじゃなくてさ、自分で考えて、よし、ここに打ったらこういう風にってズドーンってできるな、飛ばせるな、壁に近いな、こことか、うん、なんかステージに合わせてすごい使いやすい、使いやすいかな、これ。使いづらいと思ったんだけどね、うん、最初は、うん、だけど全然使いやすくて威力も出るから僕は楽しくてね、今年は特に、まあ今年出たキャラかだからね、ヘパイストス補正もあるかと思うんですけど、ウォールセットトライデントレーザーね、めちゃくちゃ好きだね。ウラ19とか使ってた。ウラ19でもさえ使っちゃうレベルで、うん、無理やりね、うん、僕はね気に入ってました。今でもね、そのノマとかでも使ったりするかな。第8位ユナイトブリッツです。まあ、めっちゃ意外。あのね、あの強いっつーか、うん、楽しすぎ。あ、まあそれわかるわ。夢しかないじゃん、うん、これもう端端にいる時のさ、あのシュンドギャーン全部滅ぶみたいな、これがめっちゃ好きで、まあ、アムゼは正直あんま使ってないけど、俺はホムラだね、特に、うん、ホムラのあの友情組み合わせめちゃくちゃ好きで、そのユナイトブリッツ使った時の破壊力と演出、うん、あの範囲とね、うん、めちゃくちゃ好きっすね。使い方はむずい。まぁ、あ、ちょっとさ、近くになっちゃってチビンって終わるのも可愛らしいじゃん。あの強さだけじゃない、これ好きな友情コムだから。俺もユナイトブリッツいい友情コムだと思うな。ちゃんとね、恩恵ある。第7位ゴーラクライ。おー、
うわこれさ、いやこれはね本当威力しか見てない。いやこいつこれえぐくない？えぐい。いや俺無属性の友情コンボを挙げるの珍しいよ。基本的に属性友情が好きだからさ、うん、でも強羅くらいに関してはね、これ風神雷神使ってみて、あ楽しいなって素直に感じた。やっぱりランダム性も あるけど、まあ逆にね全敵とかじゃないから6発全部同じところに落とせたりもするんだよね、これって。で1個の威力がやっぱり遊撃込みでもう40万オーバーっていうね。でそれが6発落ちるわけですよ。これ落ちるだけでまあ240万ぐらい出るわけじゃないですか、ボス1体だったので。単純計算ね。そう強すぎ。はい、まあこれ今はまあ攻撃型でさらにキラー持ちみたいなの出てほしいなって思ったり。俺は好きなんでこれ。いやどっかに出るよこれ。どっかに出てくるよね、なんか無属性だし出しやすそうな気もするし、うん、やっぱりこの威力のロマンを感じて、はい、今回強羅くらい入れました。絶敵強羅くらいとか言ってくるんだろう。第6位三方向追撃貫通弾。これぶっ壊れっすわ普通にさ、普通の追撃追撃貫通弾、まあ1本のやつ、1本の時はなんかあんまりね、まあ強いなとは思ってたよ、軍あるとかに使ってたからね。まあ、だけどね3つになっちゃったらちょっと団地で好きだったね。話変わるよね。話変わる。いや画面の派手さ半端なくない？もう敵がいっぱいいる時にさ、ウェーって全部つけてジャーン、気持ちよすぎあれ。でやっぱさディレイで入るからさ、その遅れて防御ダウンとかさ、弱点効果アップとかできるところだとさらにね有効的で使い方も好きだし、これちょっとミスったらやっぱりぶっ壊れちゃう友情コンボなのかなっていう感じもしてる。そうホムラさっきさユナイトブリッジも入れたけどさ、いやホムラどっちも好きなんだ。そう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 、まあね、ホムラのおかげでだいぶ評価上がってるかもね。うん、めちゃくちゃ好きな友情コンボです。今後もやばそう、何かをぶっ壊してそう、クエスト作る側も困りそうな友情コンボだなと思うし、はい、すごく好きです。三方向追撃貫通弾。はい、第5位はパワードライブ。これは去年も上げてたかな、おそらく。パワードライブ俺めちゃくちゃ好きなんですよね。まあ、今年あのキャラですげえ使ったのかな。あのキャラ、あのキャラ、おつこつくんですか。おつこつくんすね。おつこつゆうたくんですか。まあでも使いましたね、うん、アルセールのファントムモード2よりはまあおっこつのイメージは確かに強いかな今年は。うん、まあねモンストの友情コンボってやはり周辺、壁周辺のやつをやっぱね拡張で攻撃してくれるやつってやっぱなかなかねいないと思うんですよ。しかもこの威力でね、この威力でもう周辺を拡張でね倒してくれる友情コンボねなかなかいなくて、うん、このまあ僕はファントムモードの時からねめちゃくちゃ好きで使ってるんですけど、なんかこいつを入れることによってなんか他の友情コンボを活かしやすくする、他の尖った友情コンボをね、うん、だからそういった意味でもファントムモードにはめちゃくちゃお世話になって使ってるし、俺使用回数ファントムモード何回言ってんだろうね、多分ね3000回近く言ってると思うんだけど、うん、何かしらにやっぱね混ぜてねこのパワードライブやっぱ便利だなと思って、はい、使ってます。はい、ということで第5位パワードライブになりました。さあ第4位エナジーボール。これもちょっと去年からですね、ちょっと好きすぎるわ。いや好きすぎる、強すぎるわこれ。別に強すぎるランキングではないんですけど、まあ強、うん、強くてまあ演出とかいろいろ込みで好きだわこのエナジーボール。やっぱり属性友情であの範囲で高威力出してしまうって思ったより使いやすいっていうのがね、このエナジーボールめちゃくちゃいいところ。こんなに簡単に後輩に高威力の友情出していいのかなみたいな、まあ、当時もねびっくりしたんですけど、まあ、今でも
めちゃくちゃ好きですね。やっぱなかなか砲撃のすげえ強いやつは出てこないもんね、この友情で。だってやばいもん。そういう認識なんだと思う、やっぱり。そうだね。まあでも砲撃型と近いやっぱ威力感のやつは出てるね、今年ね。特にアナスタシアアルファとか、うんうん、分かりやすいんじゃないかな。はい、まあ、シンプルに俺の好みの友情コンボですね、これ。威力ボーンって出て、属性友情でっていう感じで。はい、今年も良い、入れさせていただきました。はい、第3位。去年第1位じゃない？かも。ラウンドスパーク。はい。ラウンドスパークなんですけど、まあこれ使ったことある人、まあさすがにいるよね。今年だとその同時蹴りとかについてるね、ラウンドスパークなんですけど、まあこれもなんかエナジーボールと一緒で、その、やっぱ広範囲、高威力、属性友情っていうのがね、やっぱり俺の好みである。んで、これはなんかエナジーボールと違って、やり方によって威力変えられるんですよね。3回目に触れたら範囲も威力もめちゃくちゃ上がるというね。で、これはやっぱゲージ飛ばしもできちゃうかな、これ。すごく使ってて楽しいなって思います、今でも。一発で入るのがいいよね、これは。めちゃくちゃ一発ズドーンって。ただただ、爆発との相性悪い。うん。あんまり良くないかも。うん。やっぱり3回目に触れたらこう最高威力だから、爆発で途中で他のとか誘発しちゃうとね、ちょっと使いづらかったり、コピーとも使いづらいかな。はい、だけどめちゃくちゃ好きっすね、このラウンドスパークは。やっぱりロマンがあるよ、この友情コンボ。はい、まあ、すごく好みの友情コンボですね。第2位、鋭角三方向。ああ、そっちか。追従型貫通弾。いやでもこれちょっと一緒にしちゃった、鋭角と普通の三方向。でもどっちも同じぐらい好き。使い方がやっぱちょっと違うっていうだけ。鋭角はよりさ、そのボスへのとか単体へのなんか火力をね、だいぶ重きを置いてると思うんですけど、三方向はやっぱり範囲にね、あの威力ばらまきやすいので、どっちもなんだろうね、どっちも好き。だからちょっと一緒にしちゃったっていう感じ。なんだろう、今年は引っ張る友情の楽しさを思い出させてくれた年かなと思って、まあ、アンドロメダとかさ、あのサンダルフォンとかでも去年のね、その7月ぐらい出てたんで使ってたんですけど、なんだろう、もう忘れてたね、そのパンドラのやっぱ追従型時代っつーのを、うん、まあ、去年の中旬頃からやっぱ思い出させてくれて、今年も継続して、あ、これ楽しいなって思わせてくれた。はい、まあ、てな感じでね、第2位は、まあ、鋭角三方向追従型貫通弾、まあ、普通の三方向追従型が貫通弾っていう感じになりました。第1位、リフレクションリング。おお。あのね、いや、もっと違うかなと思ったんだけど、結局自分の胸に手を当てて聞いてみたら、あれ、リフレクションリング好きじゃね、なんかあんま好きじゃないイメージあるけどね。うん、いやでもやっぱさっきも第2位で言ったんだけど、引っ張る友情コンボ楽しいなと思って、まあもともと追従型の流れがあってからこのリフレクションリングが出たわけなんですけど、やっぱり強いは強いんだけど、やっぱ楽しいから使ってるな今でもっていうのが、うん、目はあるなと思って、うん、このリフレクションリングは好きですね。シンプルに、いや、なんだろう、俺もこいつ1にするかと思ったけど、いや、ないもん、やっぱ素直になるべきだなって。やっぱ引っ張る友情も楽しいっすね。なんだろう、このままなんか引っ張り自体終わってほしくないもん、俺は。何かしらの違う種類の引っ張りも出てほしい。うん、うん、なんかリフレクションリングと今だったら3方向ぐらいしかないけど、うん、もっと引っ張る友情コンボ種類出てくれてもいいんじゃないかなってぐらい。まあ、あとソロモンとかもそうか、ラピッドとか、まあ、あれも引っ張ってる、ね、あれも引っ張る系だもんね。うん、いや、俺は結構やっぱ引っ張る系好きだなってね、今年特に思い知らされたっていう感じかな。そうだから、こうやって見てみるとランキングだいぶ変わってるでしょ。まあ、てな感じね、第1位リフレクションリングでした。これ楽しい、楽しいし強いし、いいよね。
い、ということで、まあこれ強さじゃなくてね、好きな友情コンボランキングなんで、僕は今年の友情コンボこんな感じになりました。まあなんかキャラで言っちゃうとまたランキングとかはね変わってくるんだけど、今友情コンボ単体だけ見ると今こんな感じで俺は好きだなっていうのをね、はい、改めて見直すことができました。はい、もう今年も終わるんでね、来年は何の友情コンボが出てきますかね。新春からね。そう、新春から、だからそれでまた好み変わる気がするよね。うん、はい、ということで、まあ、今年はねこんな感じでした。皆さんもなんか振り返ってね、好きな友情コンボ並べてみると、あ、なんか好み変わったなとか思うかもしれません。ということで今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。